それでは、今から報告を始めさせていただきたいと思います。私、中国湖南大学から来ました瀬口と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じく中国から参りましたあのジャスロン代表の及川と申します。どうぞ皆さんよろしくお願いします。今日の私の題は日本語学習者200人規模大教室における会話授業の実践報告というテーマです。つまり大人数の授業で会話の授業ができるという話です。はい、では今日この授業で、この報告でいろいろなことを皆さんに持って帰っていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。大教室で授業をするときの課題たくさんあると思います。多くの先生方は大規模な教室100人200人の授業で会話の授業はできない、そういう先生たちが多いです。例えばこちらにですね、今、書いているのがオーストラリアの大学の先生が書いていることです。どんな問題があるかというと、1、授業に参加しているメンバーがある目的に向かって熱心に総行為をしているにもかかわらず全員がメンバーになっていない。どうでしょうか、皆さんの授業でこんなことありますか。2、メンバーが多すぎて他の学生の素晴らしい発表などをロールプレイを共有したり真似ることができない。いかがでしょうか、メンバーが多すぎる、こんな問題ありませんか。3、大講堂の階段教室という自由に動けない物理的な空間が相互交流を妨げている。例えば今皆さんが座っている机、このような授業で会話の授業はできない、そう思っていませんか。4、どんな仕掛けをしても講義が一つの実践コミュニティになるのは難しい、そのような問題があるというふうにこのトムソン木下千尋さんは言っております。いかがでしょうか、皆さんこんな悩みありませんか。あるのでしたらどうぞ今日の授業からいろんなことを持って帰ってください。そこでこちらにいらっしゃる及川先生が今中国でなんと14年間150人200人300人の会話の授業をずっと続けていらっしゃいます。今日はその特訓班と言われている大規模授業のご紹介です。はい、場所なんですけれども、まずほとんどは北京で開催されています。ある時は西安という都市で開催します。ある時は中国の南の都市で開催します。最近はほとんど北京で開催しています。これが1月2月中国の冬休み、それから7月8月夏休みに開催しております。で、どんな形式かというと合宿型です。10日間同じ場所に学生が集まって会話の授業を続ける、そのような授業です。参加者は主に中国の大学生です。大学1年生もいます。もちろん4年生もいます。それから高校生もいます。そして遠く外国ではですね、韓国からの留学生、ロシアから、ニュージーランドから、そしてインドネシアからも日本語を学ぶ学生が来ます。そして日本人留学生も来ます。日本人留学生は、会話の相手になる、中国人学生の会話の相手になる、そういう役割としても起きます。はい、参加人数は今までの最も多かった人数が390人でした。例えば今年の1月にあった授業は200人でした。しかし2月の授業は70人でした。しかし200人でも390人でも70人でも全く同じように会話の授業ができます。で、学習歴なんですけれども、大学に入って4ヶ月勉強した初心者、
あるいは、6年ぐらい勉強している大学院生、あるいは日本語能力試験を満点取った人も会話の練習に来ます。それから留学しているけれども会話が上手じゃない学生が中国に来て日本語を勉強する、そんなこともあります。で、この特訓班の目標はここに書いているように、人前でペラペラスラスラと話せるようになる、会話できるようになる、これがこの特訓班の最大の目標です。これが10日間でできるようになるんです。で、2006年に始まった特訓班は今年が14年目になります。そして、150人以上の授業になったのはだいたい7年前からになります。次お願いします。発話フレーズを積み重ねる練習を繰り返し繰り返し行っています。朝から夕方までずっとこの型の練習の繰り返しです。はい、で、例えばこのような質問があったとします。家庭と仕事どちらが大切ですか。これに学生はまず一番簡単な産業の型を覚えます。ご質問ありがとうございます。私は仕事より家庭を優先します。以上です。どうもありがとうございました。これは誰でも最初に覚えることができます。どのように覚えるかというと、それをまず朗読します。何度も朗読します。そしてこれを次、これができるようになれば次はちょっと増やします。ここに3、4が増えてます。1と2と5は同じです。そして最終的にはこのような長い文まで読める、そしてこれを発表することができる、そのような練習を繰り返します。で、この型を覚えればなんとこの質問じゃなくても別の質問でもどんな質問でも答えることができるようになります。はい、なのでこの特訓班ではさまざまな質問を何人もの学生と繰り返します。はい、次に話に集中する握手という方法を使っています。握手をしながら会話の練習をするのがこの特訓班の特徴です。握手をする、ここにあるように、お互いに握手をするんですが、はい、この時このような会話の練習をします。ちょっと質問します。セク先生、はい、大阪と東京どちらが好きですか。はい、ご質問どうもありがとうございます。大阪と東京、私は大阪の方が好きです。もちろん東京も好きですが、私は大阪の方が好きです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。このような会話の練習をします。はい、ではちょっと実際にどのような風景かをビデオで見たいと思います。はい、20秒ぐらいの短い内容なんですけれども、1対1で握手をして自分の意見、結構大きな声で話しています。なぜ握手をするといいのか、ちょっと15秒ぐらいで説明いただいてよろしいですか。わかりました。ですね、皆さん、握手をしないと200人が同時に話し続けるのでバーッとうるさくなるんですが、握手をした瞬間に周りの雑音がシャットアウト、また聞こえなくなって、目の前にいる話し手の話だけが聞こえるようになるからです。はい、200人で話す会話の授業をするとうるさいです。はい、それが握手をするともう私は及川先生の話しか聞こえません。ぜひやってみてください。はい、それじゃあ、そして3つ目の方法がクラスのさまざまな活動を円滑にするエンジンというものです。エンジン、ちょっとインドの方に聞きますが、エンジンご存知ですか。知ってますか。エンジンご存知ですか。はい、もちろん中国でも、80% ぐらいの学生、後で出ますが、ほとんどの学生が知りませんでした、エンジンというのは。
エンジンというのはスポーツで使うものです。これはちょっと後で説明します。まずはその前にチームの活動というものをご説明いたします。この特訓班ではグループという呼び方はしません。私たちはティーム、チームを使います。で、特訓班に来るのは中国全土あるいは外国の方が来ます。出身地、学校、学年、家庭環境も全て違う学生です。その学生が突然会話の練習をするときに親しくなるにはどうすればいいのか、それを考えたときにまずチームが必要だと私たちは考えました。はい、普通学校の授業ではクラスは仲がいいです。だからチームを作る必要はあまりありません。しかし特訓班ではやはり親しくなってリラックスした方が会話がしやすいのでまずチームを作ることにしました。チームだとやはり共通の目標がある、日本語が上手になりたい、そういう目標がある。そして共に助け合い励まし合い、そして前に進む、そして特訓班が終わった後も学び続ける仲間である、そういうのはグループじゃなくてチームだと思います。そしてこのチームをすぐに仲良くするにはどうすればいいのか、そしてそこで考え出されたのがエンジンというものです。エンジンで、このエンジンをして発表すると非常にリラックスして発表することができます。それはですね、やはりこの人は自分の発表をチェックする人じゃないんだ、仲間なんだ、そういうことでリラックスできるようになるんじゃないだろうかと思われます。はい、でこれによって、クラスの活動、チームの活動すべてがスムーズになるようになりました。この特訓班ではちょっとこのビデオを見ていただきたいと思います。時間がですねあと1分なのでちょっとこちらのビデオをご覧ください。このような活動、この後に、5人あるいは6人のチームで発表の練習をします。そうするととても仲良くスムーズに、そしてリラックスできている、会話授業が可能となります。けれども、はい、特訓班では何十人何百人の学生が肩を使い握手をしながら繰り返し、これも大事です、繰り返し会話の練習を行います。大規模教室でも会話の授業は可能です。そのための方法はいくらでもあります。ぜひこの中からいろんなものを持ち帰ってで実践してみてください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。